モーニングジャム3、4、おもろい家族。この時間は草と共に生きるオーレックと焼肉うどん味の町ウエストの提供でお送りします。さあ 10時30分になるとモーニングジャムはおもろい家族、面白い家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方には糸物語アマオセットプレゼント。糸物語アマオセットというのは、飲むヨーグルト博多アマオ、食べるヨーグルト微糖、アマオイチゴソースがセットになったもの。もともと糸物語っていう牛乳が美味しいので、その牛乳で作るヨーグルト最高です。はい、でアマオもすごくすごく美味しい糸島だから、いちごソース使ったらこれがすごく美味しくできたよっていうことで、はい、美味しいセットになってます。ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください。はい、じゃあね、今日はこういうおもろい家族から紹介することにしましょうか。女性の方からいただきました。お名前はミクさんですね。中地小浜ちゃん、おはようございます。おはようございます。いつも楽しく聞いています。ありがとうございます。私の悩み聞いてください。はい、うちの家族、夫、私、娘、息子、4人家族。娘が小学2年生、息子は年中3です。毎日小学校であった出来事、お友達の話、先生から言われたことなど、いろんな話をしてくれます。息子も負けじと保育園であった出来事や、今日は外に行ってこんな虫を捕まえたなど話してくれます。毎日たくさんの話聞けて私も幸せなんですが、二人とも私めがけて同時に喋ってくるものすごい勢い、どちらかを優先してしまうと拗ねたり怒ったりからの喧嘩もしてほしくないので、こちらも頑張って二人の話を聞きますなんですが、ここに旦那さんも入ってくる今日会ったお客さんのこと、仕事のこと、同僚の愚痴、趣味の釣りのこと、どうでもいいこと私めがけて喋ってくる、ものすごい勢い。私に話してストレス解消になるんだったらそれはそれでいいかと思うんですが、3人同時うるさい。しかも私は本を読んでいる。なぜいつも3対1なのか、疲れる。子供はもうお母さんの私しか見えてないのは分かります。お母さんに話したくてしょうがないって気持ちが見えるんで、その気持ちを汲み取って話を聞こうと思うんですが、旦那うるさい。しかも子供たちが私に話しかけて聞いてる時にかぶせるように話をしてくる。はいはい。そして今お父さんがお母さんに話をしているから喋るのやめて、いや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 待て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 、子供を差し置いて自分の話する、しかもその話今必要、どうでもいい話ばっかりしやがって、私もそろそろ最近疲れてきました。ごめん、私本読んでるから3人でおしゃべりしてくれないと言うと、3人で目を合わせて無言喋らんのかーい、ずっとさっきまで喋っとったやないかーい、3人とも人見知りか、どうしたら3人で話をしてくれるようになるんでしょう。私は静かに本が読みたい、鬼滅がどうしても読みたい、旦那うるさい。今日も今日とて3人で話をしてくれとお願いしてますが、3人から話しかけられています。聖徳太子の気持ちがわかる今日この頃です。鬼滅の刃だった本って言うから何かと思ったらね、漫画本これも面白いんです。これも面白いんです。まあでもね、世界に浸りたいっていうところはあるでしょう。はい、もうお母さんのことが3人とも好きで好きでしょうがないんですよ。そういうことですよね。いや、旦那さんがこれなんていうのは最高じゃないですか。本当に。ねえ。だいたいもうね、うんともすんとも言わないような感じで。何にも話してくれなくなりますよ。おかしいなって。何に向かって私は喋ってるんだろうみたいな返事ぐらいしなさいよ。面白い面白い。何に向かって熊のぬいぐるみ、誰が熊のぬいぐるみですか。ちょっと似てるじゃないですか。確かにやめなさい、否定できなかった。もう確かにはやめなさい、否定できなかったじゃないですか。あのね、
君の義理のお母さんも聞いてるんだからさ、はい、いやそうなんですよ最近実家の両親も聞いてるんですよやめろもうなんで家族総出で聞いてわからないそこ行くとうちはすごいですよ、全く聞いてないんですか息子に興味がない昔からさあそれからね、これ行きましょう。美穂さんですね。中地小浜ちゃんおはようございます。おはようございます。うちは4人家族、主人、私、中学2年生の娘、小学6年生の息子。ドライブに出かけた帰り、車の中で暇を持て余してみんなでしりとりしようということになりました、うん、負けたら帰ってからお風呂の掃除という罰ゲームをこれは負けられないいやこういうことやらないと、車の中でゲームとかしててどうするんだよ。こういうことの方が盛り上がるし、そのためにドライブ行ってるんでしょう、はい、ね。中学2年生の娘の次が小学6年生の息子の順番だったんですが、何としても勝ちたい娘、カエル、タイルなどル攻撃をするようになったんです初めのうちは小学6年生の息子もルーレットや留守番電話などで対抗していましたが、次第にネタ切れ、なんだかかわいそうになって私はルーマニアというのを教えてあげたくってヒント出しました。ほら5文字の国で伸ばす棒が真ん中に伸ばす棒が入ってて最後はあで終わる国。それを聞いた息子しばらく5文字の国で伸ばす棒が中に入ってて最後はあで終わる最初の文字なん？3人が固まりました。中学2年生の娘はルやろ思いっきり突っ込んでました。そんな可愛い小学6年生の息子の話です。楽しいですね。楽しい。まあここでね、またこう小学6年生の息子くんがね、あの悔しい思いをして、うん、その悔しさをバネに何かするとこの小学6年生がぐんとまたね成長するんですよね、はいはい、うん、だから手を貸すのもまあねある程度っていうことなのかなっていうふうに思いますけれどもね。はい、わかりましたなんだよついついね一番下の子にはやっぱ助けてあげたいなっていうふうにこう思っちゃうんですよ。なるほど。お兄ちゃんお姉ちゃんにねやられっぱなしで。いやいや今はもうまだ君のところはあの小学1年生だっけ。小2です。小2だからそれはねまだいいです。もう小学6年生ぐらいになったら悔しさも覚えて、はい、そこで自分であの今度ドライブ行った時にまたしりとりになるであろう、その時ル攻撃をしてきた時にっていうことで、はいはい、ルをずっとね辞書とかで引くような、そういうことを私は促してるんですよ。なるほど。そういうことそういうこと、はい、やっぱね、あの対戦って負けて悔しくってそこから強くなるっていうところがあるんです。そうですね。そう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 、うんうん、だからあのそうやることを教えるっていうことを、はい、が大切だよっていうことも、もうやかましいですけどねいやいや社会ってやっぱそういうものだから、そういうことをちっちゃい時からやっていくと、うんうん、もう私もね父親なんかとなんかいろんな勝負してましたけど、もう決して加減してもらえなかったですからでもいつか任したいってずっと思ってましたけどね。その結果が今ここにあるってことですよいやいやでも勝てたこと一つもないですからね。ああそうですか。そうですね、そうですね、勝てたものは一つもないです。さあそれからね、これもいきましょうか。女性の方、中地小浜ちゃんおはようございます。おはようございます。昨日の夜のこと、孫娘2歳、しばらく便秘で頑張っても出ない日が続いて、夕飯もなかなか食べなくって、いよいよ出さないとやばいよねっていう風に家族みんなで話になって、綿棒にワセリンつけてツンツンするも泣いて嫌がるのでお腹のマッサージに変更。
うんちが出るという動画を見せながら そんな動画があるんですか。知らなかった。何でも YouTube あるね。本当ですね。うんちが出るという動画を見せながら長女も次女も長男もだからあの私の娘さんということで、はいはい、まあ次女の方があのお母さんみたいですけどね、うん、長女も次女も長男もそして私も、まあ、おばあちゃんということですね、一緒になってうーんと大合唱孫も